じゃあ変形させていきましょう。変形させると弓になります。弓になります。なんとこれもね、弾を消費するんで、うん、あんまり使いすぎてるとっていうのかな、はい、ただ右手の部分なんで、銃をね、今まで強化してたみたいな、あの武器強化して強くなるんで、ちょっとまた新しい扉にね、使い方ができる。すげえパチンだよね敵の持ってる新しい、さっきユイさんが選んだ銃肉立ち、獣肉立ちとか言って、はい、なんかコンっぽいのと無地っぽいのが変形するとかですね。貯めると強より強力になるですな。普通に勝ちにいってますよ。勝ちにいってます。何かこう見せるとかないですよ遠距離からバンバン撃たなきゃ。いや、あれも見せる値に入りますよ。よいしょ。ちょっとね、景色とかもね。そうですね、ほら、こんな感じ。ほら、ほら、よし見せてる余裕が目が入るわこれね、TDS の CU 出したんだ。あんまりみんな気づいてるのかどうかわかんないんですけど、左手にね、ナックルの武器があるんですよ。左手何も持ってないわけじゃない、ないわけじゃなくて、メリテンサックルの武器、余裕だった。あ、余裕ないちょっとそれ後でにしましょうか。 L2 ね、L2 これ、そういう崩すちょっとこっちに混ぜるよ。くっ、はい、ちょっと逃げた。逃げた先には、ほうほうほう、敵のハンターがいるんですけども、まあ、ハンターの、ね、敵を狩るどうしようって始まって隙にこっちだ。はい、で、あれです、私これで、バレてる。なんかちょうどいなくなりました。絶対気づいて寄ってくると思うんだよね。どうしよう。逃げるのは天候の位置ですからね。もう一個あったかな。あれ来てるか。ここにはないかな。あれどっちか。ここでもマックスですよ。あれこっちだっけ。あれこっちかな。そっちです。おお、びっくりした。よきますか。呼ぶんですね。ああ、うん、お願いします。いでよ、いでちょっと待って、捕まった。ちょっと待って、この人に正面から捕まる人初めて見ました。今呼んでるんだ正面から捕まるんだ。山村来た。今村って言いたかったね。それ言わせなかった。思いっきりこう。この NPC 日本から来たの。山村の、違法から来た人。そうですね。山村さん。じゃあ行きますか。行きましょう。クリアしただけありますよ。プラグにならないんだけど。
本編の人ね。すごい減りましたよ、ね。何も持ってないわけじゃない。ないわけじゃなくて、アメリカンサッカーの時余裕だった。あ、余裕ない。ちょっとそれ後でにしましょうか。L2 ね、L2 これ、ね、そう、こういう崩すかちょっとこう、縮ませるよ。逃げた。逃げた先にはハンターがいるんですけども、まあハンターの目的は、はい、どうしようかなと思隙に、こっちだ。はい、で、あれです。ちょうどいなくなりました。絶対気づいたら寄ってくると思うんだよね。まあ逃げるのは天候の位置ですからね。もう一個あったかな、あれ
けるか。ここにはないかな。あれどっちかっけ。ここでもマックスですよ。あれこっちだっけ。あれこっちかな。そっちですね。おお、びっくりした。どうしますか。呼びたい。呼ぶんですね。ああ、うん、お願いします。いでよ、いでー。ちょっと待って、捕まった。ちょっと待って、この人に正面から捕まるって初めて見ました。今、呼んでるんだ。正面から捕まる。山村来た。山村って言いたかったね。それ言わせなかった。思いっきりこう捕まる。この NPC 日本から来たの。マルローの山村さん、違法から来た人。そうです。山村さん、じゃあ行きますか。行きましょう。させると弓になります。弓になります。なと、あ、来た。ロックオン。これもね、弾を消費するんで、うん、あんまり使いすぎてると強いな。はい、ただ身近の武器みたいなので銃をね、今まで強化してたみたいな感じで強くなるので、ちょっとまた新しい扉をね、使い方ができる。すげえバチンだよね。敵の持ってる新しい。さっきユイさんが選んだ獣肉立ち、うん、獣肉立ちと書いて、はい、なんか根っぽいのと無地っぽいのが変形するです、ね。うん、そうですね、貯めると強より強力になるですな。普通に勝ちにいってますよ。勝ちにいってます。見せるとかないですよ。遠距離からバンバン撃っただけで。